オフィスシオン FM しきたりアカデミーのコーナーです。オフィスシオン FM しきたりアカデミーでは家族葬専門葬儀社オフィスシオンがしきたりや葬にまつわる慣習やマナーをご紹介いたします。今回のシリーズは世界の母姫名です。死者を埋葬した後そこに埋葬されている人を示すために石や金属板に碑文を刻む習慣が宗教や民族を問わず今日まで続いています。もちろんそれは身分の高いものを中心に行われてきました。最近の墓では個人の氏名や死亡年月日を刻むだけで死者の経歴や死者への哀悼の言葉を記すことが少なくなりました。墓に書かれた碑文を見て個人を偲ぶという習慣は過去のことになったのかもしれません。しかし墓碑は死者のためだけではなく格言として今でも我々の心に訴えかけてくれます。今回は欧米を中心に母姫名を取り上げました。まず一つ目は漁師です。ここにジョン・ミルズが眠る。彼は丘を越えて声を上げて猟犬の後を追った。地上から空に高く飛び上がる漁師の後をある日我々は追いかける。イマニュエル・カント。1724年から1804年ドイツの哲学者。星空は我が頭上に、道徳律は我が内に。フランツ・シューベルト。1797年から1828年オーストラリアの作曲家。ここに音楽の手法が埋められた。なおそれよりはるかに尊い希望を葬りぬ。フランツ・シューベルト、ここに眠る。本日の内容はオフィスシオンホームページでもご覧いただけます。また皆様からの質問やご意見感想も募集しています。お寄せいただきました方には葬にまつわる体験談集時を超えてを漏れなくプレゼントいたします。ご意見ご感想は住所氏名をお書きの上、メールの場合は info@nara.fm、 ファックスは0742-248422、 郵便の場合は 630-8334、奈良市西の深夜町43、奈良 .fm、オフィスシオン、オフィスシオンの係までお送りください。オフィスシオン FM しきたりアカデミー。このコーナーは、家族葬専門葬儀社、オフィスシオンがお送りしました。